平気よ。その、気にしないで。意外と吐き出したのかと思ったぜ。大したことない。ただのストレスよ。ええ、そのうち仕事に殺されるぞ。心配しないで、まだ生きてる。ああ、今んとこはな。で、何があったんだ？何かよ。情報漏洩があって、対応のために急遽上司に呼び出されたの。ナイトシティ支社はすっかりピリピリムード。でもお前がヤバいわけじゃないんだろ？他の奴らの尻拭いをするだけで。荒坂の傍聴部にいる限り、ヤバくない時なんてないのよ。まあ、気にしないで。私なら大丈夫。頑張れよ。日本国天皇を暗殺者から守りました。2071年、荒坂社警備部隊がアメリカ・サンフランシスコにおける大規模な暴動を未然に防ぎました。2074年、荒坂社の捜査によりリオデジャネイロのテロ組織が崩壊。一連のテロ攻撃に終止符が打たれ、犯人たちは処刑されました。2076年、荒坂社傍聴部はジャカルタ企業サミットを狙った45の襲撃妨害計画を阻止し、サミットを成功に導きました。さあ、2077年の荒坂社を輝かせるのは皆さんです。優れた経営者としての才覚を発揮し始めました。しかしながら、輝かしい彼のキャリアも戦争勃発により中断されてしまいます。回線を受け、サブロー氏は大何してる？ B、 もう1時間以上遅刻だぞ。すみません、もうじきつきます。フランクフルトめ、アマナシーは俺に全責任を押し付けてくるだろう。はあ、私はオフィスにいるからな。急いで来い。しかし1942年、任務中に搭乗機が激しい損傷を受けます。サブロー氏自身も重傷を負いましたが、故障した機体を何とか操り基地へと帰還したのでした。続きは CM の後、チャンネルはそのまま。3人がミリテクに襲われた。ヨーロッパの近隣施設は従業員の避難を開始している。その3人の容体は？死んだよ。全員の安全が確保できたらメディア向けに発表する。なんて言うのよ。セキュリティの定期メンテナンス中に悲劇的な事故が発生しただろうな。ジェンキンスさんがお待ちです。オフィスへどうぞ。おい、B、久しぶりじゃないか。フランクだよ。東海岸のアイスフォール、覚えてるか？ごめん、ちょっと急いでるの。また今度話しましょうね。もちろん、また会えてよかったよ。緊急プロトコル発動、システムセキュリティを確認。見ないで。例の彼女よ、傍聴部の。アンティーチャンバーにお進みください。ビジターアクセスを承認。接続したか？かけてくれ、すぐに済む。採血の件を片付けないと雲の海の基地を失うことになる。もうじき始まるぞ。状況は？ああ、ああ、予想通りだな。いいぞ、やれ。アバナシ室長。採血を見ていたぞ。なんだあれは。後始末です。フランクフルトが失態を演じましたからね。ご指示の通り問題に対処しました。誰が欧州宇宙機関の理事をまとめて殺せと言った？隠蔽するのにどれだけコストがかかると思っている？しかしライセンスを失うことなく1週間の猶予を得ました。行き当たりばったり、そして短絡的だ。
いかにもお前らしいが、後できちんと説明してもらうぞ。クソ、相変わらず腹の立つ女だ。アバナシーとは因縁があるみたいですね。ああ、その通りだ。あの女は日本の重役たちの前で私を貶め、私の代わりに特殊作戦室室長に昇進しやがったのさ。そして今は私の頭に銃を突きつけている。だが引き金を引くことはない。私が必要だからな。自分が恐れてできないことを私にやらせてるのさ。分割統治、効果的な戦略ですね。ふん、効果的か。何かアドバイスはあるかね。やられっぱなしではないとアバナシーに思い知らせるべきです。なるほど。一度思い切り殴ってやればおとなしくなりますよ。その意見には大いに賛成だ。これを。データチップ、信頼の証だ。ほら受け取れ。この数週間で集めた情報が入ってる。彼女の生体データ、トラウマチーム会員証に運転手、警備主任、愛人、その愛人の夫の名前まで全てだ。これをうまく使って私を悪夢から解放してくれ。お前の言う通り思い知らせてやるんだ。こんな話をしたことがバレただけでも私はおしまいです。そうだな。だがお前が私のお気に入りであることは周知の事実だ。つまり手を貸さなくても疑われるだろう。断ったらどうなるんです。バカなことを言うな。お前は断らないさ、 B。 お互い理解できているはずだ。受け取れ。この金でふさわしい人材を雇え。企業とつながりのあるやつはダメだぞ。そして何よりよく知っている人間を使うことだ。わかったな。はい、承知しました。よろしい。では報告を待っているぞ。健闘を祈る。外に AV を待たせてある。それを使え。私をがっかりさせるなよ。ナイトシティ傍聴部のジェンキンスだ。頼まれていたレポートです。昨日までにやるんじゃなかったの？すみません、遅くなりました。メールで送っといて。言い訳は後で聞く。B、まだ生きてるか？地獄の様子はどうだ？ジャッキー、仕事よ。力を貸して。ったく、仕事以外の言葉を知らねえのかよ。なんかトラブルか？とにかく信用できる誰かが必要なの。イエスってことだな。リジーズで会おう。1時間で着く。ご確認いただきたいことが。送り込んだ工作員の正体がバレたようです。フランクフルトの件？いえ、うちの管轄の別件です。話して、手短にね。バイオテクニカに潜入させた工作員のことです。彼は最近最高機密情報へのアクセス権限を付与されたのですが、有益な情報をつかめずにいます。というと？綺麗すぎるんです。サーバーはまるで滅菌室。相手に気づかれ、虚偽のデータをつかまされている可能性があります。もう引き上げさせた方がいいでしょうか？調査を続行させて。ここで引き上げたら今までの投資が無駄になる。大丈夫でしょうか？同じことを二度言わせる気？いえ、失礼しました。
何も出ないわよ。警戒するようみんなに伝えて。そんなことは言ってない。俺たちに探りを入れる気だな。月面基地を失うのは大きいもの。私たちを許すはずがない。採決の報告を見たか。ひどいことになったな。公になったら私たちはおしまいよ。その心配はしなくていいだろう。真相を知る残りの数人もじきに消える。アクセス承認。目的地をご指定ください。目的地リジーズバー。目的地を確認しました。N54 です。早速臨時ニュースをお伝えします。本日開催された欧州宇宙理事会の協議は神経安定化システムの不具合により突如中断されました。すでに5人の理事が死亡しており、さらに3人が重体と被害は甚大。不具合の原因については現在も調査が続けられています。なお理事らは全員バイオテクニカ支給のデバイスを着用していたことが分かっていますが、同社は沈黙を保ち続けています。詳細が分かり次第 N54 の現地レポーターから続報をお届けします。以上 N54 ニュースの速報でした。ニャービー、急にどうしたの。次のセッションはまだ先でしょ。悟り二条賞気になる生態地の通知が来てたから確認しようと思ってね。問題はないかい。ええ、何も問題ない。前回言ったことは覚えてるね。一日3回の神経筋機能訓練、心が軽くなりやる気も出るはずだ。保証するよ。分かってる。じゃあまた。着陸エリアがありません。とにかくバーに近い場所に降りて。規定は無視していい。パラメーターを更新、着陸シークエンスを開始。行かれてんのかこのコープ女。ここは着陸パッドじゃねえ。俺たちを潰す気か。マジかよ。分かったよな。あんたとやり合う気はないんだ。厄介事はごめんよ。くそ、 AV を見張っててほしいんだけど。なんで私がそんなことを。頼んでるんじゃないの。傷つけたら承知しないから。リジーズへようこそ。アラサガ、 the finest in personal and commercial weaponry。 オービタルエアは快適な宇宙の旅をお届けします。ねえ、どういうつもりなの。ぜひオービタルエアを